おめでとう。あ、お世話になっております。どうも。今日も今日とて、はい、テスラだよ本当に。どうしたんですか、はい、一生懸命ホイールを洗ってる人たちがおりました。あ、我が社のあれですか、はい、常連さんという名の作業員ですか、はい、そうですね。そうなんですよ。一生懸命ホイールをゴシゴシ洗ってましたね、はい、やっぱね、常連さんになればなるほど、はい、こき使われるというなんてもまあ素敵なシステムでしょ。そうですね、はい、ホイールが汚れてます、自分で洗ってこい。そう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 。やっぱね、セルフの国なんで、はい、ここは。そうですね、香川はね、香川はね、はい、セルフなんで。セルフなんで基本、はい、基本、はい、なんで誰彼にやってもらおうとかって思うこと自体がまずマチョコと、うん、で今日は何をしようんですか。いや、ほら前にほらこのモデル3覚えてますか、岡山国際サーキットでブイブイ走ったのを覚えてる。覚えてますか、うん、でその後にパフォーマンス検証をしたじゃないですか。したっすね、はい、うん、でそのパフォーマンス検証をした時に、はい、ブレーキのタッチがエレースポンジで、あ、スポットになっとるって言ったな。そうそう、もう初期タッチが悪すぎるぞと、はい、いうことで、はい、その初期タッチの改善を知った方がいいですよと。なるほど、ちゃんとっていう、はい、まあ、サーキット行って終わったら、はい、エア抜きするのは普通やぞと。まあ、そうですね、はい、っていうことで、まあそれを言ったら、じゃあ手が空いた時いつでもエンドやってくださいってその時すぐ言われたんやけど、もう何ヶ月、2ヶ月、いや1ヶ月ちょっとしか経ってない、早い方や。ほんまよ。え、そのもんやろ。だったら1月、あ、2ヶ月ぐらい経つんか。経つよはい、まあ、ということでね、はい、重い腰を上げて今から作業しようと思いますが、はい、まあ普通にブレーキフルード交換するだけではあるんですけど、まあせっかくなんで、まあ最近我が社では基本的にはこれを使います。ディン、モチュールさん、モチュールブレーキフルードドット 5.1、ね、まあドット4と基本性状は変わらないグリコール系なんですけど、はい、まあ温度と水と、あ、温度とあと湿度が入った時の上がり具合のところですね。あそこが高温になっても割と大丈夫なようになってますので。そうですね、はい、でこいつあれやろ、純正やったら3やろ。3、え、3なんこいつ。3やったと思う。マジで3やん。そうっすよ。もうそんなカスみたいなの使ったのこいつ、うん、それはいかん、ほんまに。そしたらもうあれや、はい、2ランクアップやんか。そうや、ま、ということで、まあ、ドット5.1に変えていこうと思います。まあね、通常のドット5とかやとね、うん、まあ、レーシングフルードになっちゃうので吸湿性が高かったりとかして、ね、メンテナンス気使うんですけど、はい、この 5.1 に関しては通常のドット4とか3と同じサイクルで、はい、使用の方ができておりますので、まあどうせ交換するんだったらおすすめです。はい、そうですね。で金額もね、そんなバカみたいに高くないので、はい、もう4にプラス何百円で買えますから、うん、はい、なんで僕はそれを使っております。じゃあ変えていきましょう。はい、はい、ということで、はい、じゃあペダリングをお願いしようと思いますので、頑張ってください。いや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 、2人で1つわかる2人で1つね、やっぱりこう俺踏む方、え、踏む方、そう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 、はい、ということで、じゃあ今からやっていきましょう。はい、いいね。ちょっと閉めるぜ一回。はい。別開けるな。あ、どうも。はい。踏む要員連れてきたけん。カメラマンに戻れたじゃないですか。うん、ああ、まあ別にあれっすよ、バキュームで引いてもいいんですよ。そうですね。引いてもいい。え？いつも信用できない時が。そうそう、いや俺あんまりバキュームで引くな、まあ、人がおるときはしないですね。あ、やっぱなんていうの、そう、正しい力を加えてやりたいや、はい、機械には。機械だいたいそういう風に設計されてるもんですからね。 なるほどね、はい、なんでこうやっていっぱいお客さんという名のしもべがおるときは使います。よし、ちょっと待ってな、補充するけん。ということでアナログなやり方でテスラであろうが何であろうがやっておりますので、はい、またご興味がある方はお声かけをください。踏ませてあげます。踏ませてあげますので自分でやりたいです、はいはい、ということで、じゃあ終わったらちょっと試乗してみましょう。はいはい、ということで、じゃあね、フルードの交換をしましたので、うん、終わりましたね、はいはい、なので最終やっぱり試乗でね、はい、点検をさせていただくということで、テストコースで、はい、まああれですよ、決して
久しぶりにモデル3に乗りたいなとか思ったわけではないですよ。ほんまに。そうなんです。いやーもう本当にね、だってもうあれはもうフロントのトランクどこからどこで開けよったかなって思って考えたもんな、ほんまに今日。さっき作業しておる時に。ずっとそれが一番暇かかっとったやん。そうなんやって、うん、あれどこやったっけ、ね、またほらあのUI が変わっとるやんか。そうっすね。俺は UI が変わる前しかもう乗ってないねん。あそっかそっか。そうよ、この新 UI で乗ってない。もうかれこれ4ヶ月5ヶ月乗ってないんか。そうよ、そうですね。あでもそのこの間試乗の時は乗ったやん。まあそうですね、だからそのぐらいの時です。だからあの時もよく分かんなかったんで。そうやな、はい、気が付いたこと言ってもいいですか。はいどうぞ。普通に運転する限りブレーキを踏まないのでよくわからないです。確かにな、踏まんよね。普通に運転する限りなんですが、あの、ブレーキ踏まないのでよくわかんねえっす。そうよ、積極的に努めて踏まないと踏まないので、この車とかスポーツパッドがいるのだろうかっていうやつやな。いやだってあれやん、普通にこうやって街乗りをあのなんていう常識的な範囲内でしてる限り、まあ不安ね、そもそも踏まないじゃないですか、うん、そうですね。よっぽどなんか飛び出てきた時だけよね、踏む。そうなんですよ。もうだから逆に言うと、うん、テスラでブレーキを踏むような運転をしてはいけないということですからね。そうですね、運転が下手くそですからね、はい、そういうことです。そういうことですよ本当に。まあということで、はい、じゃあまあ、必要なのかどうかをちょっとチェックするのにですね、はい、あのとは言ってもじゃあブレーキが必要なのかとは思いますが、まあまあ、サーキットに行ったらね、はい、やっぱり必要じゃないですか。まあそうですね、でゴンゴン踏むし、はい、じゃあちょっとこの常識的な40キロぐらいで踏んでみましょうか、はい、あこれはもうな、うん、あこれはもうな全然違う、カッチカチになりました。カッチカチじゃないね、あのちゃんとストロークはあるよもちろ ん、 やけどあの前みたいな変なスポンジーな感じはない。はい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 、そうあの変なあのなんていうのブレーキ踏んだ時のニュルーって感じ、ね、じゃあちょっとチェックしましょうか、はい、専用サーキットに入ったのでブレーキの、ほわあいえなあーはい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 、ちゃんとあのストローク感がございますよ。はい、バッチリ効いております。そうですか。はい、よかったです。はい、はい、ということで、はい、あの無事にね検証完了いたしましたので、はい、あのやっぱりですね、テスーラーさん、まあ標準がまあアメ車なんでね、うん、まあドットさんっていうのもあるんでしょうけども、はい、やっぱドットさんとかで無茶な運転をしますとですね、あのやられます。で、まああとは、うん、ドットさんでもですね、はい、まあ2年ごと、まあもしくは最初は3年ですか、まあ車検ごとにはね、はいはいはい、フルド交換の方はまあどうしてもあのどん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 あの湿度の方を吸って沸点が下がりますので、はい、していただく必要はあるかと思います。でその時にね、まあちょっとエモい感じにしたいよという人は、はい、ぜひね、まあドット4だったり、まあさらにはね今入れた 5.1 だったりだとか、まあそういったものを使っていただけたらいいんじゃないかなと思います。まあ、そうですね、はい、まあいるのかいらないのかと言われるとあれですか。そんなこと言ったらだってテスラなんかもうってなりますよ、もう本当に。なるほど。そうでしょ。もうでもあれやろ、はい、もうできてきたんやろ。あのですか、スポーツパッドさんの方は。ああ、スポーツパッドさんの方ですね。出てきました。はい、で、さっきあのゴシゴシ洗わしていたじゃないですか。はい。ね、オーナーさんに自分で洗えっつって。うん、洗ってました。はい。で、それなぜ洗わせたかというと、はい、これでまずそのスタンダード状態で、うん、ブレーキ出すとかどれぐらい出るのかっていうのはちょっとしばらく改めて検証しようと思います。でその後でスポーツパッドに変えてみてと、はい、あダストの量がどれほど変わるんじゃいっていうのをね不満気一緒じゃない。いやいや分からん分からん、それはもうそれはもう分からん、うん、ほんまにだけ、まあちょっとそんなもね、まあ検証というかまあ単純にやってみたいだけなんで、まあどんな風にどうなるか分かんないですけど、電気自動車にスポーツパッドを入れるとどうなるんだろうってまあ純粋に疑問やもんね、まあ、疑問やもんね、うんうん、でまあねそれにあの付き合ってくれる方がいるということは、はい、じゃあやってみましょうということなんで、はい、お客さんに実験させていくスタイルで、モルモットですからね。そう、もうありがたい話よ、もうね、はい、やっぱりみんなのあのそれで成り立ってますので本当に、はい、分かりました。はい、じゃあということで、はい、まあ、そんな感じで今日は、お送りいたしました。ということでまたチャンネル登録高評価メンバーシップもよろしくです。ではまたバーイ。